Hi everyone, we're in Yoita, Niigata, Japan, and we're here to visit Mr. Funahiro. He's a blacksmith, a very famous blacksmith here in Japan. And I'm with my friend here, Hirota-san, and we're going to go check out his workshop right now. So let's go inside and let's take a look. It seems like a very old tool. でもね、これは昔のイギリスの材料、あの立橋、橋の立橋の材料を使って、これがその鋲。鋲が打たれた時の橋の材料です。世界中から集めてるんですか？世界中から集めてるんですか？いやー、もうイギリスの材料だけ。イギリスの材料。なんでイギリスの？もうない。あ、ちょうどいう、なんていうかな、橋をほら、汽車を走らせるために、明治の時にこの輸入したんだろう、貿易の方で。そのので、こう、鉄橋を作った、鉄道を走らせているので使われた材料です。もう今、手にないです。今はね。じゃあ、この鉄全部使っちゃったら、もう素材なくなっちゃうんですか？そうですね、ないですね。残念ながら多分もう手に入らんと思います。柔らかい材料なんだろう。結構しては。でも他のトークにはこれ材料としてはこう使われないんだわね。溶かしてもね、柔らかすぎて。それで我々のこのカジュアルにはちょうどそのハムのトークのに一番適してる材料だってことで使われた。その前はあの和鉄で作られたね。和鉄、日本の地金で鉄とか鋼とか作られたんだけども、こういう。たまたまこの材料が我々にカンナ作りには一番柔らかい材料っていうので、適した材料っていうので、我々がこう鍛冶扱い出す。それも明治時代の初めまでは日本の和鉄で作られた。今はその和鉄はほとんどもう手に入らなくなったでしょ。ちょっといいですか。これはね、その日本の和鉄です。これは。これもそうだし、地金、これも柔らかい。さっきこう何で溶かしたかって、こういうところに傷がたくさんあるの。ここにこう傷があるでしょ。うん、これをさっき沸かしてふつけちゃう。温度1200度ぐらいまで上げて溶かしてふつけちゃう。あんまり白でこんな鉄が燃えすぎて、今度炭素になっちゃう、ダメになっちゃうから、ちょうどこの火花が出た時に止めて、ぶつけて、この傷とかをきれいにこう、ぶつけちゃうね、溶かしてね。それはお塩ですか？これ放射というあの目薬な、目でこう食べるいい薬なんだ。これはその放射は何用に使ってるんですか？これはあのくっつけるときに、この鋼の地金をくっつけるときに接着剤ですか？じゃあそうそう、接着温度をそんなに上げなくてもくっつけるこ
アメリカの結論会としてアメリカ6回ぐらい行ったんだわ。うん、こう団体、まあ、20人ぐらいのこうツアー組んで、まあ、役割分担みんながねそれぞれやって、向こうの方でこう、まあ、大工道具の使い方とか、うん、こういうね、そういうものとか、あと我々今度は鍛冶屋、鍛冶屋の体験学習コーナーみたいにやって物を作らせたりとか、そんなこともやってずっと来たんだけどね、もう20年ぐらい前かな、20何年ぐらい前なのかな。もうやられないんですか、海外では。今はその人が今知る人が今いなくなったんだわ。つながりを持つ人が今の会社は多分持ってないと思うね。船津さんのところに弟子入りしたいって言ったら入れるんですか。したんだけどね、半年でもう辞めてったわ。うん、我々の技っていうのはね、5年とか10年ではまずダメなんだわ。まだ5年、10年でやっと今出発のラインに並んだという程度だからね。ただ物作りっていうのは本当に難しい。切れ味、切れるいいものを作るとなるとやっぱり苦しまなきゃならないし、だから物を極めるっていうのはみんなそうだと思うね。どんな仕事でも極めるっていうのは、極めないならば楽なんだけど、極めようとするから苦しむんだわ。だからいつも貧乏神とお友達なのやっといいのが作れたなっていうのはほんの最近だもんね。木の色が変わってきてるんだ。赤くなってる。そうそう、最初は青火でこう色くなってるもんだ。赤い木の方が温度低いじゃないですか、青い木よりも。その温度、焼き入れの温度を見つけるのにちょうどいいんだ。ここは吹かない。ここも吹く、うん、同じ赤身でもここは吹く、吹かない。ここは吹く。それでタイミングを見るんですね。焼き入れの温度ね、素人の方はね、まず最初の方は温度を見つけるっていうのは、焼き入れ何度なのかなっていうか、870度ぐらいになると目安としてはつかない。あ、この時の温度は、あ、その時焼き入れの温度なのかなというのを 目安にね、初めての方はそうやって覚えることもできない。あ、炎がまた青色に戻りました。そう、変わったでしょ、うん、お願いします。
何をが一番難しいですか。一番難しいのはね、この手作り、この今今丹田のとこが一番難しいのかな。あとは。完成でこう まとめ上げてみたらさ、デザイン的なのはやはりこの中のこう手作りの中のこう感じの中でどのような形で鍛錬するかによって刃物がこうどん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 変わっていくから、それが理解できるようになるまでは大変だね。こうやればこうなるんだよっていう理論的なのが分かるようになればいいんだけど、それが分かるようになるまでには何十年もかかる挑戦だね。全然違うのこの艶が今どん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 良くなってる。こういう肌から今度は鏡になってる。どん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 何回かもこんなにも光ってるんだもんね。叩く前はこういう状態、1回目でこれだけ違う。おお違うでしょ。うん、鉄はね生きてるんだろう。鉄はね生きてるんだ。違うでしょ。ただあの艶が、もっと綺麗になってる。そうすると鉄がどのような形でもなってるかな分かるから、土あたりもソフトになるの。この土のあたりがこうやってる時はもうソフト感を感じてる。分かる。長年の経験があるそうすると例えば。もう、かってこう、切れちゃうんだ。音がサクッとした形でも切れてるんですか、多分。簡単にやる方法もあるけどね、あるけどもやっぱりこう、やっぱり慎重にものを作ってやらないと、まあ、建物も同じだわね。だから、そのって大工さんもね、しっかりこういい研ぎをしたりして。大工さん、1年やって面白いですか？はい。面白い。とても面白い。あ、そう。うん。社事関係、矢大工、どっちなの？社事の。矢大工の方なの？He operates so effortlessly. I mean, just the way he taps his tools and just moves around, it just seems like it's obviously not his first time. You know? もう本当も違う。関係受けて。
分かる。ただの地金の大きさだけだけど。全然違う。So how does he know when it's ready?もう大体自分ではもういいかなって言って、うん、そうだね、回数的には5回ぐらいするんだ、同じこと段階こう踏んでって鍛え、鍛錬する。さてこれはもう鍛えの途中なんだわ。ネバサとネバサを出すような形で組織を細かく微細化していくのの今この火作りやってるんだ、熱処理を鍛錬だってね、鍛え方。ただ打てばいいってだけじゃなくて、さっき赤目のこうした磁石がついたりつかなかったのがあったでしょ。そういうような形で、どのぐらいの温度でこう叩くかっていうのもあるの。それが分からねえ、ただ叩いてるだけで、要は何回叩いてもみんなこんなような形の、形で終わっちゃうんだ。こんな肌で。こんな肌で終わっちゃうけども、やっぱり鍛えて、鍛えたらいい仕事やってるなっていうのは、こうやってもう、艶が違う、全く違う。Yeah. もっと綺麗になる。もう一回やると、もっと綺麗。もう一回もやってみる。変わっちゃう。あとこれはね、あちらこう組織、まあ前はもう今昔はみんなこう組織検査したんだけど、顕微鏡でね、顕微鏡で一本一本全部調べて、じっくり調べていたんだけど、今はもう大体分かるからね、あれだけども、たまにはこう抜き打ちで検査もしろ。でも刃物って研ぎやすいのは当たり前なんだけどさ、これやっこっちも長切れするのでなければダメなんだわ。やすいっていうのは柔らかいっていう考えるけど、決してそうじゃないんだ。硬くても研ぎやすい刃物ができるんだ。ここ綺麗だってことは、中の組織も細かくなってる、微細化してる。How did you know what's the top and what's the bottom? 鋼になってるから、その鋼、こっちは裏。ああ、OK。わかりました。これが上。鋼、ここから、これが鋼。こっちも、こっちは地金だけど。うん。これだけ違って。4回打っただけでね。もう一回打つと、もっと変わってくる。もっと打つ。How do you put the ura? Is it grinding? I'm going to put the ura. It's not平らなんだ。うん、これは平ら。まだ裏は作ってないよ。この中にこうやって入れて、あの赤メルの、ショートンというのかね、ショートンって言っても専門用でショートンで、この中入れて、12時間、6時間で揚げていって、また6時間でこう、除霊する電気炉。だからこの中も真空になってくれるから、国を板つぶしても悪にはならない。蓋を閉めると電気で赤めてるんだけども、あの粉にはならない、燃え尽きない、真空になるから。でこれができるともう完璧ね。こんな風になる。
1日に何個作れるんですか？3個ぐらいかな。3個、2個か3個。こういう不良仲間が遊びに来るからダメだ。邪魔しに来る。画面の中にこれで大体こういうパターン大雑把に以上です。ありがとうございます。まあ、そういうことで乾杯しましょう。乾杯。